いね、ゆうじさん、行ってください、もう二度としません、行かせてください、行かせてください。てめえ、この野郎。おい、救出行くぞ、救出行くぞ、早くせ。ちょっとリュウちゃん聞いて、リュウちゃんを早く出すためにいろいろとお金の工面をしたの。だからあやがどうしたんだ。だからお父さんに頭下げて出して。関係ねえだろバカ野郎。関係あるの、リュウちゃん聞いて。だったら言うけど、お父さんだってヤクザのためにお金出すの嫌なんだって。だから私がリュウちゃんと別れるんだったら、タキレキン。なんだよこの野郎。タキレキンこら。くそ。リュウちゃん聞いて、私も親不孝やって飛び出してんの知ってるじゃないの。今さらわがままも言えないのよ。だからとりあえずリュウちゃんを出すことが先決だと。ああ、ああ、さまだ。てめえそろそろ母親つもりか、こら。誰がしたんだよ。こんな騒ぎなんか誰だってなりたがないさ。何がとりあえずだ、この野郎。あのクソ親にいて、てめえこの野郎、てめえこの野郎、てめえ、てめえみたいな、お前、てめえみたいな、そんなよ、てめえか、てめえかよ、てめえか、てめえかよ。上等だ、この野郎、てきらき。よし、叩き返してやる。てめえの金も叩き返してやるよ。あれは俺のことだろ、なんだよ。てめえらも知ってるくせに、この野郎とぼけやがって。てめえら誰のおかげで道が歩けてんだよ。おい、こら。あ、すいません、猫や犬だってな、こら。おおぎら、ちゃんと返すんだよ、こら。すいません、誰のおかげで飯が食えたんだよ、今まで。くそったれよ、こら。あ、なんで人を殺してでも金をつけらんねえんだよ、こら。それがヤクザもんだろうが。いいか、俺はこいつの親父を許さんぞ。これにてめえらが元はどよ、てめえらがしつけだからよ。親父のとどっぱら俺がぶち込んでやる。そんからてめえらも手足が一本ぐらいぶったくれよ、こら。分かってんのか、こら、そったらが。すいません。レンは俺の家族だ。レンは俺のもんなんだ。たとえ探したところで、これでどうなるっていうんですか。花の都に憧れて飛んできました一羽鳥。ちりめん三尺パラリと散って、花の都は大東京です。金波銀波のネオンの下で、男ばかりがヤクザではありません。女ばかりが花でもありません。六尺足らずの五尺の体、今日もゴロゴロ、明日もゴロゴロ、ねさまよう私にもたった一人のガキがいました。そのガキも今は無情に離れ離れ、一人寂しくマルケンアパート暮らしよ。今日も降りますドスの雨、刺せば監獄、刺されば地獄。私は本日ここに力尽き引退いたしますが、ヤクザもんは永遠に不滅です。泣いてチンピラになりて、開けてもくれても喧嘩でパクられ生きがた。花の都に憧れて飛んできたアグレドリ、五尺の痩せこけた体で、刺せば監獄、刺されば地獄の腐った街で、どう